おはようございますド夫オドの妻専門カウンセラーの福山一英です今回は波動イコール波長の意味を知らないあなたに役立つお話をしたいと思います前回まで学んだ女の人はおしゃれにして笑顔で優しい言葉を言っていると家族関係が良くなっていくことをカウンセラーの先生にカウンセリングを受けて 斉藤ひとりさんんの本を読んで分かりました親子関係がうまくいっていなかった10年前はまず自分にできること見た目から直すようにしていきましたそしてさらに言葉遣いを直すことや一人で行動して出かけたりその記録として人類ブログに載せていますよかったらその覗いてもらえたら嬉しいですここういういとはすべて 波動を上げるためです波動を上げないと幸せになれない成功することはないということなんです。波動とはエネルギーパワーオーラとも言います。また波長とも言います斉藤ひとりさんの本の本中では震度数とも言っています。そこで今回ご紹介する本の中にこういうことが書いてありました。 斉藤一人さんの本。大丈夫だよ。すべてはうまくいってるからね。この中の。進度数の上げ方を教えますのところの。約六ページです。読んでみますね。この世は。この地球っていう星は。行動の星なんだけど。 震度数が下がると行動ができなくなっちゃうんだよだから家から出られなくなっちゃうとか部屋から出られないとかってなるんです要は行動できる範囲が狭くなってきちゃうんだよそこでカウンセラーの先生に一体私の10年前と今の波動はどのぐらいなのか 聞いてみました先生は成長の過程としてマイナス100点からプラス100点まで200点満点で評価してくれています私の10年前はマイナス90点なんですそして現在はマイナス10点だと優しい評価をしていただきました10年間でプラスにならないくても 80点も上がったんだから素晴らしいことですねと言ってくれました。本当に波動を上げるって難しいんです。マイナスの思いや言葉ですぐ下げてしまうんです。10年前の私の波動と同じマイナス90点のところにいるあなたに私が今お伝えできることはマイナス90点は 不幸な人生なんです少し上の人生を送りたいと思っているあなたにまずこの YouTube を音声教材として繰り返し聞いてもらえたら嬉しいです今回はここまでにしますご視聴ありがとうございますそれではまた次回もお会いしましょう